ミドルズブラ隕石ミドルズブラ隕石は1881年3月14日にイギリスのミドルズブラに落下した隕石である。L6 に分類される重量 1.6kg の普通コンドライトである。ミドルズブラの現在はセントルーク病院のある場所に近いノースイースト鉄道のペニマン対比線の鉄道路線に午後3時35分頃落下した。 数メートル離れたところで働いていた作業者が落下を目撃したが、落下音は報告されたが、下級や流星根は目撃されなかった。入ッするアポンタインのカレッジの教授であったアレキサンダー・ハーシェルが隕石落下の方を聞いて、ミドルズブラに駆けつけ、現場を調査した。隕石は地中30センチメートルの深さに丸い垂直の穴を作って埋まり、 落下の直後に触った作業者は、新しい牛乳ぐらいの温かさであったと証言した。ハーシェルは、隕石の衝撃と落下速度を見積もるために実験を行い、落下速度が時速 450km 程度であると見積もった。この結果は、イタリアの天文学者、ジョバンニスキアパレッリが推定した隕石は大気に突入すると空気抵抗によって、 速度を失うという説を確認することになった。L6 に分類される普通コンドライトで、重量は1 6キログラムであった。普通の隕石よりも厚い溶融飛膜に覆われていた。年齢は45億年と見積もられた。当時ミドルズブラに、博物館がなかったので、ヨークシャ博物館に寄付され保管されることになった。バーク、ジョン・ジー、コズミックデブリ。 メテオライズインヒストリー、ユニバーシティオブカリフォルニアプレス、ピアニッシモ、1 0百2 0 3 ISBN0 から520056515。ありがとうございます。